タルトブルダルータルトブルダルータルトブルダルーは19世紀にあるパリジャンのパティシエにより創作されたような詩のタルトである。この軽食はアメリカ合衆国でアメリカ人により作られたアーモンドタルトの一変種であり、アーモンドタルト同様に熱いままで食べる。典型的なパリ生まれのデセールであり、1850年頃にブルダルー通りに店を構えていたパティシエにより作られた。 ものである。作り方は、まず、あらかじめフランジパーヌか、アーモンドクリームで中身を詰めておいた生地に、マカロンと砕いたヘーゼルナッツを散りばめる。次に似たようなしを大きめに切り分けて、生地の上に配置する。オリジナルのレシピでは、砕いたマカロンとヘーゼルナッツを、クリームの上か、下に散りばめる。アーモンドクリームに変えて、卵、砂糖、生クリーム。 アーモンドパウダーを混ぜたものを使っても良い。タルトブルダル、ルセットデラタートブルダルポヤーズイアマンです。パールシェフサイモン、ルセットパブリール7デサンブル2011、LEMONDE.FR。ありがとうございます。